ちはみたいな。難しい。今日は万太郎がおすすめする那須のスポット巡り。勝手に栃木観光大使って思ってるんですけど、ファーム以外の私のおすすめポイントも結構 YouTube で紹介していきたいなと思ってるので、今日はその第1弾、黒磯のルスティコです。いいですね、私も。はい、ここはね、さやこさんと結構何回か来てるね。ランチ初めて来るか。そうなんですよ、いつもディナーで行ってたので、うん、ランチがかなりおすすめで、私、ジェラートのお客様はっていうの書いてあったけど、ジェラートもあるの？そう、ジェラートも手作りで作られていて、その テイクアウトだけもできたりします。これがランチメニューです。うん、すごいついてる。スープ、前菜の盛り合わせ、自家製パンにパスタにドリンクにジェラートで1870円。でね、私たちが今いるこのテラス席がワンちゃんも OK で、ドッグフレンドリーなお店になってます。これさっきおすすめって言われてたよね、ローマ風カルボナーラ、うん、これは頼もうか、うん、ボンゴレ、ボンゴレにしようか。じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わーお、栗とじゃがいもの温かいスープです。栗とじゃがいも、おいしそう。天才すごい豪華。かぼちゃのサラダ、ラタトゥイユ、生ハムを添えた水ナスとモッツァレラのカプレーゼ、河原のタリアータです。いただきます。幸せ。自家製パンです。自家製パン、可愛らしい。ぷっくりしてる。うん、うん、おいしい。おいしいですよね。栗のスープ初めて食べたかもしれない、うん、スープと一緒に食べることによって栗もしっとりして食べやすい、うん、ナスってお野菜おいしいですよね。さやこさんはなんか得意料理とかあるんですか？和食、出汁取る系が好き。あ、うん、でも働いてご飯作ってるとなんかお料理楽しいみたいな時間がこの数年ないから、うん、食べるために作るみたいな。で、子供たちいるとちょっと仕事セーブしながらだから楽しめたりはするんだけど、今年の夏休みは本当に母親に丸投げにした。万太郎さん本当に作らない？作りますよ。ね、あれ、私たち最近までちょっと共同生活をしてたんだけど、はい、こっちで社宅みたいな感じで、はい、同じとこで住んでて、うん、で一回家帰る時に私が多分すごい疲れてて、はい、何かしてあげなきゃって思ったまんちゃんは、はい、今日私ご飯作りますって言った日があって、できるの？できますって言うから、はい、じゃあありがとうって言って、で、先にお風呂入ってくださいって言うから、そう、お風呂もね、先に旦那が、あー、お風呂に行ってる間に仕込みして。素晴らしい嫁さん。うちの嫁さ、はい、めっちゃ怒ってんの。え、なんで、なんで一人で怒ってんのって思ったら、はい、電話をスピーカーフォンにして、はい、夏ファームビレッジのシェフに電話してて、もうちょっと分かんない、椎茸の切り方が分からないって怒ってるの。どっちが先、味噌が先みたいな感じで、そう、シェフにね、味噌汁の作り方を伺って心配だなと思いながら見てて、待ってたわけ。そしたらできましたって言って、その例のお味噌汁とご飯と納豆とあとアスパラの炒め物。しっそ言わないでください。しっそすぎる。伝えたいのはしっそとかじゃなくて、お味噌汁すごい美味しかったの。ね、このご飯も納豆も、納豆のチョイスも良かった。納豆は作ってないですから買ってきてから。でも嬉しかったよ、あの日は。愛のある話。おいしそう。いや、うち生パスタ全部手作りなんですよね。そうです。パスタも打たれてるってことですか？パスタも自分で、はい、北海道産アサリを使ったバンコレ、綺麗。いただきます。手打ちの生パスタだよ。うん、さやこさんどういう顔ですか？幸せを噛みしめてるの。おいしい。うん、何これ、だからいらないの。口の中を妖精が走っていく。すごい語彙力。違った、伝わってた。ここはもうローマ。ローマ歩いてる。ローマ歩いた。パスタがもう何とも言えないコチ、なんか歯ごたえあるのに口の中を邪魔しないの、このパスタたちは。味もいいし香りもいいんだけど。ですよね。このカルボナーラはぜひ食べていただきたい。ベーコンも美味しい。ボンゴレいっちゃいます。香りもいい、ちょうどいい塩加減。あー今ね来てます、バジャーン。ジャバーン。海に、うん、南イタリアの風を今感じてます。イタリア行けちゃうの？行けてる。今もう頭の中でこう波打ってます。来てます、バジャーン。
あ、じゃあ磯の香り。私は今カプリ島にいるレモンに囲まれて海見てた黒磯からイタリアにタイムスリップ。イタリアに飛んでた。ブドウとミルクのデザート。美味しそう。はい、デザートが。ジェラート手作りなんでしょ。そうなんですよ、ジェラートも、ね、ブドウ、美味しい。ミルク、こっちは濃厚。美味しい。幸せですか。幸せです。幸せです。あ、美味しかったですね。ごちそうさまでした。ということでランチを食べ終えたので、うん、次はデザート、うん、さっきもデザート食べたんですけど、もう一軒行きたいところがあるので、そこはまだ私も実は行ったことがなくて、さやこさんと一緒に行きたいなと思ってた場所です。撮っててくれたの、はい、ありがとうございます。早速行きましょうか。結構な道のりでしたけれども初めて来たじゃないですか、うん、ちょっと思ったより距離ありましたね。あったね来たからがある。ねえ、もうすでに空気が美味しい。コタロウジャヤっていうところに行ってみます。わー、すごいよこんなところに名物が北南港の抹茶セットもある。え、抹茶セットでもこのね、そばもね美味しそうだよね、うん、隠れた人気って書いてる。うどん、きのこさと、きのこうどん、きのこそだから、あそこまで買いに行くってことか。もうアドベンチャーじゃない。あそことか結構すごい。結構なチャレンジ。あそことかあるやん。やっ気をつけて。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。私これにします。草団子抹茶セットを、とりあえず2つ。すごい自然の中。やばい、超来たかったの。すごい。すてきんぐ。映えるところでせっかくだからさ。太郎茶屋に来まして、お抹茶、温かいお抹茶いただきたいと思います。もっと甘いお茶だね。温まります。名物の草団子、すごい。きなことあんこご自身でお付けくださいスタイル。幸せそう。最後さんが震える時は本当に美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい。優しい味でなんかくどくなってちょくちょく食べれちゃう。結構青々しい香りするのかなと思ってる。そんなことない。でもこういう感じで、どっちもつけていっちゃうけ。行きます。うーん、もうコタロウです。いやいや、万太郎です。コタロウと申します。いやいや、万太郎です。幸せっぴー。幸せっぴーやね。幸せっぴー。ここすごいよ。アリエルみたい。アリエルではない。アリエルではない。ポスターみたいですよ。そう、安い、うん、そうそう、そんな感じ。ありがとうございます。いただきます。結構あの手打ちの太麺のお蕎麦、美味しい。ここで食べると美味しいね。わあ、最高。寒かったから温かいの嬉しい。今日はワンちゃんプレゼンツ那須の行きたいところお店周りですけど、はい、どちらも美味しかったし、どちらも素敵だったし、ちょっと遠出しても来る価値のあるこの絶景、ぜひ皆さんもファームにね、お越しくださった際は別のエリアも回ってみてください。これまたやりたいですね。こういうやりたい。なんかここに来る道中も素敵なお店いっぱいあったから、またちょっとみんなでいいお店見つけたら、こうやって回りながら皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、ありがとう。